GPS は全然動いてないですね。ひょっとしたら都合はこいつで行けるかもしれませんよ。あー、いってー、登れた。ちょっと今指に見えたから危なかった。これがいいね、このカモス酢醤油がすごい合ってます。本日の動画は九州ツーリングです。不定期連載です。1号機 DT200WR3XP で九州に遠征ツーリングに出かけました。その丸11通潤橋と食事です。場所は南阿蘇通潤橋、それから、阿蘇の赤牛丼が食べられるところですね。遠征ツーリングは私基本車中泊なんです。車中泊ですから宿じゃないので、走行後の温泉と食事は、まあ、楽しみの一つでもあるんですよね。時間があれば名所ですとか旧跡なども訪問しています。まあ、ソロツーリングの特権ですね。もう自分だけで決められますから、特に食事のお店は気まぐれに決定してます。通潤橋だけは前から見たかったので、ここはですね最初から予定して、林道もですねこの通潤橋のそばにある林道をあえて選んでます。では本編どうぞ。通潤橋、すいません、ビデオを回すのを忘れてしまいまして、静止画のスライドショーになっちゃいます。今私の DT が止まってますけれども、ここは道の駅通潤橋の駐車場です。いっぱいツーリングライダー来てました。で、私があのこう見てる間にも続々と、バイクも車も入ってきてまして、警備員さんも立ってましたね。やっぱり人気の観光スポットですよね。で、通潤橋はあの奥に見えてます黄色い丸の部分です。あの石のメガネ橋ですね。で、ここに来て初めて知ったんですけれども、世界灌漑施設遺産なる制度が平成26年にできているそうでして、通潤橋はその世界灌漑施設遺産の第1号登録の施設だそうです。で、通潤橋なんですけれども、はい、あの下に行ってですね、近くまで行って、見上げる分にはタダです。ですが、上を通ろうと思うと1人500円かかるんです。悩みました、どうしようかなと思って。で、この時はですね、まあ、あの 見られればいいかと思ってやめたんですけれども、よく考えてみたらもう一回行く可能性低いですからね。いや、通っときゃよかったなと思ってちょっと後悔してます。で、これが通潤橋です。あの真ん中のあたりにですね、ちょっとあの穴が開いてますよね。で、その下にですね、なんて言うんでしょうか、あの木のですね、水路みたいなのがありますけども、ここから放水するんですね。で、その観光放水が、13時だそうなんです。で、私が行ったのはだいたい午前の11時過ぎぐらいだったんですよ。2時間待てば見れたんですけど、いや、ちょっとな、さすがになと思いまして、諦めて帰ってきました。よく SNS でこの放水しているところを、アップしている方っていらっしゃいますよね。まあ、それにしてもすんごい構造物で、江戸時代末期だそうなんですけれども、よくこんなものを作ったなっていうふうに思いました。はい、成功にできてますよね。季節としては、彼岸花が咲く時でしたね。かなり暑かったんですけれども、空調服私着てましたから、暑い季節だったんですけれども、あの、よく、あの、なんて言うんでしょうね、会うと言いますか、あの、彼岸花と一緒に、通潤橋を入れて写真を撮るっていう人いっぱいいました、私以外にも。はい。いい季節に行ったなというふうに思いました。で、これはですね、何かと言いますと、通潤橋のすぐそばにある、ものすごいだだっ広い芝生広場なんです。で、私はいつもあの、林道の中で昼食になってしまうってことがすごく多いので、朝、あの、おにぎり買っちゃうんですね。で、あの、ですから、奥の方の黄色丸のところにある、で、大きな屋根。これはあの、道の駅なんですけれども、道の駅ではなくて、この広場の方で、
おむすび食べました。でこの広場のですね左の奥の方が、通潤橋の位置です。でところでこの通潤橋なんですけれども、作った人はですね二安之助という人がだそうですね。この人が指導して作っていったと。でこの二安之助なんですけれども、この人が関与した開発、この地域の開発なんですが、用水とため池が22箇所、それから石の堰ですね、あの水路を変える水門だったりとか、そういったものが12箇所、道路は162箇所、で通潤橋と同じようなメガネ橋が13箇所というわけで、この地域でこの安之助の恩恵に預かっていないっていう人は多分いないんじゃないかというふうにこの看板に書いてありました。で、通水管はですね、あの上の方ですね、人が渡れるんですよって言ってたところ、これ3本通ってるそうでして、はい、あの漆喰で漏水施工してあって、今も水漏れしないそうです。思ったんですけども、この時代と今我々が生きてる時代で違ってるものって何なんだろうなって思ったんですけども、おそらくですね、その経済、マーケットの仕組み、だけなんじゃないかなっていう気がしてきました。つまり二安之助が自由に使えるお金を自分でぐわっとこう稼ぎ出すことができる仕組みさえあれば、すごく素晴らしい建設機械作ったりだとか、大規模インフラ設備の構造物の構築みたいなこともやっちゃったんじゃないかなと。人間の優秀さは全然変わらないんじゃないかなっていう気がしました。ひょっとしたらこの時代の人の方が優秀だったのかもしれませんですね。赤牛の牛丼食べてみます。赤牛わさび塩でタレを足して味付けたもので一緒にこの順番でいってみましょうか。わさびで食べてみた。これめちゃめちゃうまいぞ。これで味噌汁に水豚が入ってたね。うん、これはうまいわ。1900円もするけどこれは食う価値あるね。タレを足してみました。甘辛いタレだね。俺の服っていうとわさびの方が好みかもしれないな。でも美味しいよ。卵を崩してみましょうかね。ははなるほど。やっぱり予想通り中半熟なんだね。うん、これで食べると。うん、こうなるとタレがうまいです。うまい、合うね。あら、うまかったね。1900円したけど、これはね、食べて損、あ、失礼、損はないね。いやいや、うまかったわ。しかもね、今ね、ちょうど店じまいらしいんですわ。4時ぐらい、早いね。白水の蔵赤牛丼の追加情報です。これ1900円ですね、お値段。はい。まあ、ある程度、まあ、贅沢な食事ですね、私にとっては。ですが、価値はあると思います。でですね、この黄色丸の部分、漬物がいっぱいありますけれども、これですね、食べ放題です。まあ、そんなに食べられるもんじゃないですけども、私、漬物大好きだったので、嬉しかったです。それから、はい。これはですね、お店から見える外輪山です。すごく綺麗でした。ですから、食べた後にですね、まあ、この、お店からの景色も見ることができて、お店の外を出てないと見れないんですけどね。はい。まあ、この景色代も含めて1900円。うん。お値打ちだったな、というふうに思いました。はい、最後に、お風呂です。ツーリング後の温泉はやっぱり誰しも楽しいと思うんですけれども、かんぽの宿阿蘇。今は亀の井ホテルさんがカンポネを買収したんだそうですね。亀の井ホテル阿蘇に行ってきました。ですね、これはすいません。スマホに手書きしてるので、はい、許してください。ですね、こう、
更衣室は、右の上の方です。で、鍵付きロッカーがたくさんあります。まあ、あの、ホテルの温泉施設ですからね。はい、洗面も綺麗ですし、トイレも綺麗でした。で、内湯充実してます。薬草のお風呂があって、内湯があって、寝湯があって、スイッチ付きのジャグジーが2つあると。で、外に出ると露天があって、いい感じでぬるいんですよ。ずっと長く入ってられる感じで、阿蘇の山は少し見えます。はい、で、洗い場なんですけども、洗い場はですね、パーティションありで3種の神器、ボディーソープ、リンスインシャンプー、リンスインじゃないのか、シャンプー、で、コンディショナー。で、これが各パーティションにちゃんと一組ありました。3つずつですね。で、障害者用の洗い場も2席ありました。はい、で、入浴後はですね、これ何持ってるかというと、阿蘇炭酸水って、まあ、炭酸水ですね。を、ロビーでいただきました。はい、美味しかったです。風呂上がりに。とってもですね、林道に行って、かいた汗を流して、いい気分で、この後ですね、車中泊場所に向かうことができました。まとめます。通潤橋、それから白水の蔵ですね、に行ってきました。現代の技術が最高で、まあ過去ですね、例えば江戸時代とかはもう非常にこう原始的な暮らしをしてたっていうふうにちょっと私錯覚しがちなんですけれども、通潤橋はすごいなと思いました。江戸時代もやっぱりいろいろとみんな努力して、建造物って作ってるんですよね。当たり前なんですけど。そこにはこう緻密な計算があって、昔の人も今の人も優秀さは何も変わらないんだろうなっていうふうに思いました。で、残念ながら観光放水はですね、2時間ぐらい待たないといけなかったので、見られませんでした。これは残念でしたね。道の駅が通潤橋の駐車場になっているんですけれども、ツーリングライダーたくさん来てましたね。もう警備員も出てました。本当に人気の観光スポットでしたね。で、白水の蔵の赤牛丼でしたけれども、これ高かったんですよね。1890円、1900円。でも、美味しかったです。はい、ただですね、閉店が早いです。16時前ぐらいですか。で、のれん閉まっちゃってましたから、これ早く行かないと。夕食にするっていうのはちょっとなかなか難しいですね。私こう、巡り合わせでその時間が夕食になっちゃったんですけど、よかったです。はい、もっと遅い時間に行くつもりだったので、軒並み閉店の浮き目に合うところでしたね。よかったよかった。はい、で、お風呂、元漢方の宿の、元漢方の宿、阿蘇のお風呂の設備はやっぱさすがでしたね。次回は、上陸4日目の、修行と言っていいと思います。はい、国東半島の無名橋を渡りましたので、それをご紹介する予定です。ありがとうございました。